どうも、ヤトです。今回もですね、将棋ボー実況やっていきたいと思います。さあ、お相手が一級の方ですね、取り差しを得意の方ということでやっていきたいと思います。得意戦法は初段、しかも対戦成績が少ないので、この人は多分初段クラスですね、普通に。さあ、これは、あれですか、七川流向かい飛車というやつですか？なんか最近流行ってる。流行ってるのかなんか知らないけど。向かい飛車じゃないですね。全然向かい飛車じゃないですね。はい、これで中飛車なんですけど、お相手がさあ端ついておきたいか、端ついておきますか。これ端ついておいて、で角がねこう出てくるっていうことですね。ここの歩を開けるのがちょっと嫌ですね。でもこれ例のやっぱり七川流なんとかかんとかってやつなんじゃないの、これ七川流向かいなんとかかんとかってやつなんじゃないですか、これ違うんですか。なんかそんな気がするんですけど。さあこれで一回歩ついていって、さあさあこれで一応歩突きしていく流れだよね。一応これは流れだよね。歩突きの流れですよね、これ一応。はい、で角で出ていって、角で出ていって、銀に対して歩を打って、これ叩かれるのか、角がここにいるから。そういうことか。2分30秒。でもだったらもう皆まで行くしかないよね。はい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 、これで銀打って、はい、で銀打って、で飛車どっか引いてもらうっていう話にするしかないよね、これね。さあこれでそこに角、なるほどなるほどって感じですね。そこに角はもうなるほどなんですけど、一回銀なっていって寄っていって、さあまずい、これはまずい。一回ここに歩打つんだけど、それでもまずいからね。大きいんでしょ？これで銀上がっていって。2分。いやー、だなこれ。まあ、とりあえず歩を回収しておくということですか。ちょっと劣勢ですね、完全に。これは、劣勢も劣勢っていう感じ。あ、やっべ、ミスったー。でも相手銀持ってないから、これ飛車が一瞬で死ぬ可能性あった、ところではあるんですけど、一回ここに歩打つかと、歩打てないんだね、これね。これ銀、いや、これやばい、ミスってる。ミスってる、ミスってる、ミスってる。はい。これで飛車走っていって、走っていって、金、ここに金？違うな、なんか。何かが違うぞ。何かが違うぞ、これ。ここに歩打って、ここに金打つか。ここに金打つか。そうだな、ここに金打とう。ここに金打つ。これです。多分これですね。これ角もらっておいて、はい、ここに角打っておいて、まあ、この歩を取っていくっていう、ああ、なるほど、そういうことね。一回、馬作っておくか。馬作っておいて、はい、これは金上がっておきましょう。これで、どうなる？何がどうなる？ああ、そういうこと！確かに。これ角取りになってるから、角取らせてくださいっていう話なんですけど、これで一応飛車取り兼金取りになってるっていう、まあ、飛車が上に逃げてくれればっていう感じだったんだけど、そうはいかないと。そうはいかないよねっていう感じで、飛車なっていきますか、これ。竜作って、さあ時間ですね、あとは。時間が際どい。
時間際どいっす。これで、この金でも取っていって、で、ここに金でも打って、銀で取ってきたら、あ、やっぱりこれ銀が効いてるじゃん。なんか浮いてる気分だった、この飛車が。飛車が浮いてる気分でしたね。ちょっと間違えちゃった。さあ、これでこの桂馬取りに行きます。あー、なるほどね。まあこれ金打っといて、はい。で、ここに歩、歩打たして、歩打たして、歩打たして、時間がないから。秒。時間がないから。時間がないから。マジで。はい。いや、これやばい。これまずい。まずいけど、まだ死んではいない。まだ死んではいなくって。さあ、これで、20秒。これでどうなんの？これでどうなる？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 いや、こんなん知らんって。知らんって。角、金。10秒。これで、これで、これでどうにかなってる。どうにかなってるんじゃない？どうにかなってるんじゃないですか？これで、ふーって、これで。打って、強者、はじ、はい、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ギリギリ勝利で、できてよかったと思います。まあ、時間切れだけどね。時間切れがちですけど、この初段クラスの一級に勝ってよかったんじゃないかなと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。どうも、ヤドです。今回もですね、商業実況やっていきたいと思います。さあ、お相手、どんな方でしょうかというところなんですけども。お前が後手だ！さあ、お相手、初段の方ですね。さあ、2連敗している方、角交換振り飛車が得意の方ということですね、やっていきたいと思います。さあ、今日も今日楽しく商業実況やっていこうと思っておりますので、よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。さあ、振り飛車ですね、お相手、四間飛車ですね。ちょっと、なんか、一間飛車とかで来るのかなと思っちゃって、金上がっちゃったんですけど、ちょっと手順的には間違ってしまったかなと。思いつつ、やっていきたいと思います。さあ、今日も今日楽しくね、商業実況やっていこうと思っておりますので、よろしければチャンネル登録と高評価の方ぜひよろしくお願いします。さあ、これで銀上がっていって、これで棒銀決めていけたらいいなっていう感じではあるんですけど、もう角ぶった切ってくる可能性とかありますよね、これね。角ぶった切ってくる可能性全然あって、はい。これで、シンプルに銀入っていって、で、竜が作れるんで、まあ、序盤優勢じゃないですか、これ。序盤優勢で一回引いておいて、でですっていう感じですよね。でです。これで、一回、端攻め観光ですね。端攻め行きたいと思います。はい。これで、金を、打っていって、はい。で、ここの歩取りますか。ここの歩を取って、で、銀で取られて、はい。これで、また竜で取っていって、銀打たれて引いていくみたいな。同じ流れですね、これね。同じ流れなんですけど、これ永遠にやっていったら相手の歩が切れる。あ、やっべ、ミスったばっか！うわ、最悪。何やってんの？え、何やってんの？ちょっと何やってるか分かんなかったんですけど、まあ、気のせいかなと思います。さあ、気のせいでしょうね。まあ、おそらくは。いろんなことが。すべては気のせいだと思います。さあ、なんかせっかくいい感じだったのにね。せっかくいい感じだったのに、もう全然ダメダメになっちゃいましたね。ダメダメ。ダメダメですね、これは本当に。マジで。やってらんないっす、これは。やっていけないっす。普通にやっていけないです。やっていけないんですけど、まあ、なんかちょっとこのグダグダ将棋ではありながら、何か突破口をね、見出していきましょうという、まあ、そういうことですね。まあ、これで桂馬取っていって、銀で、さあ、これで、と金作っていってですね、さあ、これで逃げておいて、
まあ、突金で桂馬でもね、追いかけていきましょう、これは。あ、桂馬じゃないや、香車ね。香車。香車追いかけていって、これは一回歩でね。はい。で、これで香車ゲットしておいて、で、ここに、1分30秒。まあ、これは歩ついておきますか。歩ついておきましょう。まあ、角で取ってきたら角で取っておいてっていう感じですね。まあ、これに関しては。飛車。まあ、一回桂馬打ちますか。ふんどしの桂。ふんどしの桂やっておきましょう。ふんどしの桂やっておいて、で、こっちの銀を取っておいて、で、桂馬をいただけるんだったらそれは歓迎という感じなんですけど、ここに一回、桂馬、あ、香車打っておきますか。香車打っておいて、さあ、これで、金ゲットしておいて、はい。まあ、飛車なってこれないからねって思ったんだけど、なんか角が効いてたみたいで、もうこれ万事休すですね。万事休す。1分。マジで万事休す。どうしよう、これ。とりあえず寄っていって、まあ、金、ね、金で守っておいて、はい。これで、桂馬、桂馬が2枚ある、今。桂馬が2枚あります。一応、竜当たり。一応ね。一応、竜当たりとか、いう話ではありつつ、これで桂馬3枚目ゲットして、桂馬3枚目ゲットして、ゲットしたのはいいんだけど、そうなんだよね。はい。これで、ちょっと待ってよ。ここの、と金、と金活用していこう。と金活用していって、ここにふんどしの桂打てますね。このふんどしの桂結構でかいな。このふんどしの桂はでかいぞ。一回歩打って、もう一回歩打って、はい、これで、銀打って、と金寄っていって、さあ、これはもうしょうがない、死が近いですね。20秒。残念ながら、残念ながら死が近いです。ただこっちもなんか一矢報いていきたいっていう気持ちはあるよね。気持ちとしては。で、時間逆転してるしね、いつの間にか。これワンチャンあるぞ、ワンチャンある、あるぞ、これ。ワンチャンあるんだ、これ。ワンチャンあるやつだ、これ。はい。ワンチャンあるやつですね、これね。ワンチャンあるやつなんだけど、これないか。角切られてやばいよね。角切られてやばいけど、これで王手しておいて、10秒。王手しておいて、で、これで、時間切れが。はい、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。なんか勝ちましたね。ひどい将棋だったとは思いますけどね。こんな将棋お見せしちゃいけないでしょうっていう将棋だったかと思いますが、まあ勝ったんでいいとしましょう。はい、ありがとうございました。対戦ありがとうございました。お疲れ様でした。音楽室の古いピアノにもたれて歌ったねしてる。まだ君のことまだ知らないのに、なぜか懐かしくて。